皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、えー。本日のテーマは映画です。映画チラシをお借りしまして、ネタバレなしの映画紹介とチラシの紹介をしていっているコーナーになります。はい。えー、これまでの紹介したもの,ものもですね、すべて、えー、再生リストの方で、えー、設定をしております。えー、洋画、まあ、映画チラシ、洋画、 今回であれば、ロダンですね。ラーリー・ルーレー・ローのロダンということで、えー、収録すると思います。これまでのもそれで50音順で、えー、やっておりますので、よろしければご覧になってください。で、今回の作品ですが、タイトルがロシアハウス。1990年の作品で、主演がショーン・コネリー、そしてミシェル・ファイファーですね。もうね、大人のサスペンス。 ですね。まあ、琥珀色なんていう表現が非常に合うんじゃないかなと思いますけども、えー、実際にソビエト連邦が、まあ、ソビエトが、あまあ、ソ連ですね、が、あもう崩壊する、その1年前かなに、えー、公開された作品ですね。なので、もう本当にもう末期も末期の、えー、ロシアの様子が描かれてます。そこで撮影もされてるんでね。 非常にいい作品で、また後でお伝えしますけども、あの、この作品は、父、母、私にとってはもう忘れることもできない、本当に大切な作品なんです。はい。またそれは触れますね。はい。で、この作品ですけども、おー、ね。まあ、スパイものです。要はね、スパイものなんですけども、ショーン・コネディがスパイといえばですね、もう007シリーズのジェームズ・ボンドが浮かぶんですが、ね、えそれとはもう打って変わった。もう全然違いますね。うん。 えー、拳銃をドンパスするわけでもなくしかしそこにはサスペンスがしっかりあるということでねはい、えー、1983年の「ネバーセネバー・ゲイン v e という007の、まあ、番外編でしたけども、えー、その作品でボンドを演じて以降、まあ、スパイということは縁遠かったはずのショーン・コネリーがですねそこから7年後またここで言えば突然仕立て上げられるスパイ役を演じたのはこの作品だったということですね はい。ではね、行きたいと思います。はい。まあ、これはね、えー、その、いえば、ロシアのね、風景になるかと思います。そして、えー、ロシアより愛を込めて、私は今、旅に出ます。特別な旅に。ということでですね、お二人が映ってるんですね。もう、もうめちゃめちゃかっこいいです。この時。私、当時11、11、えー、歳か12歳かの時は、中学生だったんです。 中学生で父と初めてこの映画を見たときに、ね、映画館でね、もう、大人の渋さってのはこういうことなのかっていうのはね、すごく思いました。そしてこの共演のミシェル・ファイファーさんね。うーん。あのー、なんですかね。それまでの前後のミシェル・ファイファーの演技とはね、もう全然違います。違います。もう、派手さということはなく、もうすごく抑えた、抑えた演技ですね。あの、すごい素敵でした。うーん。はい。で、 えー、モスクワ、レニングラード、ね、リスボン、ロンドン、バンクーバー、大ロケーションで描く、ジョン・ルー・カレのベストセラ、ベストセラーの映画化。ジョン・ルー・カレというとですね、もうまた、あの、映画界では有名ですね。例えば、えー、リチャード・バートンが主演した、寒い国から帰ったスパイとかですね、鏡の国の戦争、それから、えー、裏切りのサーカスね、ね、えー、そういう、その、 うん、言えば、イアンフレーミングとは違う、うん、本当のこう、スパイの非常さなどを描いた原作が多い方ですね。その方の原作と、ですね。で、共演陣がまたすごいんですよ。えー、ロイ・シャイダー。ね。ジョーズの、あのね、ブロディー所長ですね。そして、ジェームズ・フォックス。ね。ジェームズ・フォックスは、エドワード・フォックスの弟さんでしたかね。あの、逆だったらすいません。ジョン・マホーニーさんはね、ごめんなさい。ちょっとわからないんです。 で、えー、クラウス・マリア・ブランダーワード。この方は、この方ね、は、えー、ショーン・コネリとネバー・セネバー・ゲインで共演をしていますね。そして、制作監督、えー、フレッド・スケビシという方ですけども、スケ,スケビシでいかったですね、えー。この方はですね、例えば、あ星に願いをでしたっけ、えー、ティム・ロビンスとメグ・ライアン、そして、あとは、 ウォルター・マッソーですね。えー、の作品の監督だったり、それから、えー、ミスター・ベースボールっていうのがありましたね。トム・セレクと高倉健、えー、共演でしたね。あれ面白い映画でした。本当に幅の広い方です。はい。でですね、もうこの作品で忘れてはいけないのがこの音楽です。ジェリー・ゴールド・スミスさんですね。これね、あの、ぜひ、もう映画はもう見ることが仮にできなかったとしてもね、 ぜひあの音楽を聴いてください。まあ YouTube でもね、あの、どうも上がってるようなんで、ぜひ聴いてください。もうほんに綺麗な曲です。中学生の私でももうなんて綺麗な曲なんだろうと。これは強く印象に残りました。はい。えー、ちょっとジャズ調な時もありましたしね。うん。まあジェリー・ゴールド・スミスさんというと、ナポレオンソロとか、スター・トレックとかね。はい。まあそういった作品も書かれてる方、パピオンとかね。 もう確かこの方ですね。うん、本当に素晴らしいサントラーになってます。聞いてください。うん、で、裏面ということでこんな感じですね。はい。いそうですね。私が父と見た映画館はここです。はい。三地下タウン国際会館近いね。神戸国際小畜。ここだったんです。ここで父と二人でね、見たんです、最初。ねもうここはないですね。 神戸国際会館は今存在しますが、あれは震災後立て替わったもので、昔は地下にあったんですね。はい。で、えー、っとですね、一応あらすじはここにあります。かなり荒いあらすじなんですけども、えー、謎と危険に満ちた壮大な、一応ラブストーリーとなってますが、まあそれは後からのお話ですね。世界の防衛体制を揺るがす恐るべき内容がこと細かに書き記されたノート。 これを運んだロシアの美人編集者カーチャとその出版を依頼されたイギリス人のバーリー。英国情報部、CIA、KGB が入り乱れて危険と謎に満ちたストーリーが展開するということですね。もう少し噛み砕いていくと、うーん、 要は、あですね、えー、まあ、ある日、えー、オーディオフェアというものが、あその、開催されると。で、オーディオフェアって何か、まあ、それは確かロシ,ロシアだったと思うんですけど、開催されるのは、まあ、いうところのカセットテープですね。カセットテープに、ええー、巻、まあ、き込まれた、あそれは音楽だったり、物語だったり、まあそういったものを販売する場にですね、えー、ニキランダウという男がいまして、でそのニキランダウのところに、 えー、たまたまカーチャが来るんですね。で、今日のこの、ーーオーディオフェアに、えー、バーリーというね、このショーンコーにね、バーリースコットプレイヤーっていう名前だと思います。バーリーがいるはずなんですが、私はそのバーリーに渡すものがあるんです、うん、って言うんですが、残念ながらその2期はですね、いや、バーリーは来ないよ、というわけですね。とちょっと困りました。これを必ず渡さないといけないように私たちは頼まれたんです。そうですか。じゃあ分かりました。じゃあ私は預かりましょう。 必ずそれをバーレに渡しますというわけですね。そして最初は信じなかった母ちゃんもですね、でも渡さないといけないし、この人を信じて渡そうと預けたわけです。で、その日の晩、そのニキがノートを見たところ、なんとそこにはですね、ここに書いてますように、なんとロシアのいろ様々な、えー、まあソ、ソ連ですね。ソ連の 様々な防衛体制が記された。そしてその内容を転覆させるようなことが書かれたようなものが記されたわけですね。そして困った2期はですね、これはバーリーなのかなぜバーリーなのかと思いつつ結局渡したのがイギリス情報部だったんですね。そこでイギリス情報部は、おお、これはどういうことだと。バーリーという男はただの出版、ね、ええー、いえば、あの、編集長、まあ、出版社の社長だろうと。なんであの男にそんなことを、そんなノートを 託す必要があるんだということで、この、まあ、ノートを作った人物、えー、通称ダンテというんですが、ダンテを、えー、バーリンにですね、まあ、言えば探らせるおうとするわけですね。カーチャも含め。そしてそこから、まあ、ショーン・ゴネリは、いやいやスパイ的な仕事をさせられるようになっていくわけです。そしてロシアに飛び、そしてカーチャとも出会い、ダンテとは一体誰なのかということが見えてきだすと同時に、まあ、 そこで展開がガラッと変わっていくんですね。さて、カーチャとの行方は、さて、ダンテとは一体誰なのか、さて、その脳とは一体どうなるのか。まあ、そんなような感じです。その間に素晴らしい曲がずっと流れ続けます。はい。ねロシアより愛を込めて驚くほど文学的、それでいて見せられてしまう美しさ。細部まで丁寧に描かれ、ウィットに包まれている。 いうねはい。という感じですね。これね、もう本当にもう、私も映画、なん、なんつうかね、映画を、私この映画を別に関わった人、なんでもないんですよ。だけど、これほど皆さんにね、見ていただきたいなと思う作品っていうのはやっぱり、そのうちの一つですね。とにかく見てもらいたい。そしてこの作品の素晴らしさを知ってほしいなっていう、あの、巡り合ってもらいたいっていうのをね、強く感じます。はい。 うんまあ、ぜひね、あのー、本当に思いますね。えー、まあ、ちょっと最初にね、お触れましたけども、あの両親、私と、まあ、両親にとってというのはですね、本当にこれ公開されて、大初父と神戸国際松竹に行って、そして、まあ、まだね、映画館がその入れ替え制という時代じゃない時なんですよね。 えー、一度入ってしまえばですね、まりよろしい話じゃないと思いますが、もう一日中いられるぐらいの、そういう緩い時代があったんですね。そして、まあ、ショーン・コリンの映画だしということで、で、座れなかってもなーいうことを父が言いましてですね、本当は二人とも不本意ながら、映画の途中から入るなんてね、と思いながらも、えー、座れなかったら嫌だしなということで、さっと入ったんです。それが終わる30分ぐらい前だったんですけど、 もうね、何のことかさっぱりわからなかったんですが、ショーン・コネリーが大画面にバーンズで、うわかっこいいな、渋いな、ってことはね、思ったんですね。そして本編が始まったんですけども、あのね、ちょっとね、多分初めてこれもし見られる方がいらっしゃったらですね、おそらく、あの、頭にクエスチョンマークがいっぱい浮かぶんじゃないかな、っていうのは、時系列が結構バラバラなんですね。 あっち飛び、こっち飛び、場所が飛び、場所が飛び、飛びそして、えー、時間もかなり過去に飛びとか、そんなことも描かれるので、今がいつでどの画面なんだろう、どの時代なんだろうっていうのがね、こんがらがるかもしれませんが、それはね、あの、もう、まあ、2回目で十分わかると思います。はい。1回目でもね、当然分かりの方いらっしゃると思いますが、2回目で大丈夫です。で、まあ、見て、でもう本当良かったということで、私と父が家帰って、 で、まあ母,に話したで母もですね、ショーン・コネリ好きですから、まあファン、まあ当然ファンだ、ファンというかね、あの見てた人なんで、じゃあいっぺん見に行こうということで見に行ったんです。もうそれからまあ母のこのロシアハウスのショーン・コネへのハマりようっていうのはなかったですね。はい。バーリーと言うんですけどね、ああ、バーリーに抱っこされたいとかね、えー、よく母はあ言っています。はい。今も言ってます。はい。 え、ね、それからもうあっちこっち行きました。大阪の映画館でやると言えば大阪へ行き、えー、神戸の、ちょっとこう言えば下町の映画館ね。 え、ね、西灘劇場というところがあるんですけどね。はい。えー、そこで見に行ったこともありますね。はい。うん。あの、いつもね、お世話になってます。あの、寄り道ミュージアムさんもですね、この西灘劇場のことはご存知ですけどね。えー、そこで話がこの間あってね、走ってますよ、みたいなことがありましたけどもね。とかね、本当にあっちこっち行ってみました。それぐらいね、もう、あの、飛びつく映画でしたね。 ど当にもまね、まあ、父はもう亡くなりましたけどもね、きっとね、あの、この話は喜んでくれてるんじゃないかなと思いますね。はい。うん。まあ、これもね、だから買ってもらって、それが残っててね、こうやってここの、ね、この映画観動が止まったな、歌いで見たなっていうのはね、その印象もすごく残っていますからね。うん。 というわけでですね、えー、ちょっと長くなりましたけども、えー、本日は1990年の作品ですね、えー、ショーン・コネリー・ミシェル・ファイファー主演のロシアハウスの、えー、紹介でした。はい、えー、ぜひご覧になってみてください。はいえー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン。 また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。また、コメントもいつもありがとうございます。大変励みになっております。はい。また、これからも交流させていただけましたら大変幸いです。はい、えー。本当に繰り返しますけど、ぜひご覧になってみてください。この作品。もう本当に、あの、ぐっとくる作品です。はい。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。